エンドがどうなっているのか見てみたい。エンドはこの世界で一緒にプレイしていたフレンドたちが建築していまして、ケイポン本人は立ち入り禁止でした。自分の世界なのに。このワールドはもう進行してないので、この機会に見に行ってみましょう。ケイポン本人も含め初公開です。ここはフレンドたちが開発した拠点なので、フレンディアと言います。このフレンディアの郊外にエンドがあります。ではここからエンドに入っていきましょう。おお、なんかできてますね。振り返ると、形が円になってるみたいです。そしてこのでっかい畑がありますね。そしてこれ地図ですね。まあ円形の何かを作ろうとしていたみたいです。上に登ると、まあエンダートラゴンの決戦場ですね。面影はこの黒曜石だけですね。その真下に来るとまたなんかがあります。なんか祭壇のようなものですね。ほとんどクオーツでできてるみたいです。エンドクリスタル。今となっては何ができる予定だったのか分かりませんが、エンドはこんな感じになっていました。